これね、国分寺、まあ、高松盆栽の里ですね、旧国分寺センターの、68番さんの棚ね、上手なんですよ、若いんですけどね、いい材料をもう選んで、しっかり技術を閉じ込めて、いい作作ってくるんですよね。来てくださいよ、国分寺で高松でね、このクラスの結構東京とかね、埼玉とか都会で買うとそこそこする値段のものが意外に、あの品物いいですからね、がっつりあの破格みたいな値段ではないですけど、絶対お買い得です。綺麗にね作ってますよ。やっぱりね、こう若い人でこうなんていうんですかね、一つ一つ丁寧に作る感じなんですよね。まあ逆に言うと若いのに一つ一つ丁寧に作り込んでる形感じします。まあおそらくね、センスもあるんだと思うんですけど、まあ鉢もねちゃんと選んで、きめ細かなこう思い入れとセンスがこうちゃんと作りに出てる感じがしますよね。まあ見てね、どの角度からどの品を見てももうその完成度が高いし、ちゃんと気持ちが入っていいものを作ろうというようなですね、そういう作者のなんか心意気っていうんじゃないけど出てますよね。まあ彼はまだ40代ですから、これからどんどん数をねこなしていくと、もっともっと多分いいものを作っていくんだと思いますね。もう完全に作り屋さんですよね、彼なんかね。私は売るの専門ですけど以上ね。ここの商品は本当に一品ずつこう画像に撮りたいね、収めたい、そういう商品が鉢が並んでますね。以上です。